太郎野球場は、岩手県宮古市太郎にある野球場である。ネスレ日本がネーミングライツを取得しており、愛称は、同社のチョコレートブランド、キットカットにちなんだ、キット、桜く野球場。1982年に開場した。太郎は、明治三陸地震、昭和三陸地震でも津波被害を受けた地域であるが、2011年3月11日に、 発生した東北地方太平洋沖地震でも被災し、救急場はコンクリートのベンチだけを残し全壊した。救急場は防潮堤の外側にあったが、新救助は安全性と利便性を考慮して内側に移設された。掃除業費は約7億8600万円。費用においては、日刊スポーツ新聞社、工藤君康、55カレーによる 少年野球教室及びカツカレーライス滝出しのイベント東日本大震災復興支援プロジェクトからの寄付金が入っている。再開にあたってはネスレ日本が実施していた復興支援のためのキャンペーンきっとずっとプロジェクトと連携。2014年11月に設立された三陸鉄道職員と沿線住民が参加する地域密着型草野球チーム。 三陸鉄道キットド,ドリームスのホーム球場とした。2016年4月23日、球場再開を記念して復旧祭を開催。式典には元プロレスラー、天竜源一郎、漫画家、ゆで卵の島田隆茨城ゴールデンゴールズ選手権監督の片岡、歩美みが出席。読売ジャイアンツ OB の篠塚和則、吉村貞章、平岡正輝が参加するイベント。 タケシ軍団体キットド,ドリームスの試合が行われた。このため、入場口付近に3社の連名及び、諦めない新スタジアムと記されたネームプレートが掲示されている。なお、諦めない新スタジアムの名前は、建物の正式なネーミングライツの対象外であり、サブネーミングとしている。日韓スポーツ、駆動、55カレーの3社は、 陸前高田市の旧オトモ中学校跡地のオトモグラウンドを野球場として整備した際にも同様の寄付を行っておりサブネーミングとして諦めない新スタジアムの名前を寄付している三陸鉄道岩手県宮古市ネスレ太郎野球場復旧祭にスペシャルゲスト流通ニュース2019年1月19日閲覧新太郎野球場 IBC はて放送。2019年1月19日閲覧。きっとずっとプロジェクト。三陸鉄道キットドリームス。2019年1月19日閲覧。ありがとうございます。